さんこんにちは。皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのカラーバリエーションが増えてきたセリアジェルをちょっと収納していきたいと思います。こういう状態で置いとくと欲しい色をこういちいち探さないといけなかったり、もう私同じ色を何色か被って買っちゃったりとかするので、今日はカラーチャートを作って見やすく作っていきたいと思います。使うアイテムがこちらです。セリアで売られている収納&カラーチャートディスプレイビーズ、こちらを使ってこのたくさんのジェルを見やすく収納していきたいと思います。ではこちら開けてみます。8色作ることができます。ではこちらの紙も使っていきたいと思います。この袋を取っちゃいます。はい、ではこちらも取ります。じゃあこの部分カットします。はい、ではこちらの台紙も使っていきたいと思います。ではこの台紙に両面テープをつけます。はい、では2箇所つけていきます。ではこちらの両面テープの上にこの平らな部分を上に向けて貼っていきます。ではこちらのこの部分にカラーをのせていきたいと思います。ではミルキーピンク、ちょっと一回蓋を全部緩めます。はい、では塗っていきます。まずはミルキーピンクです。はい、次にベージュです。次はブルーです。はい、次はドリームブルーです。はい、ピンクを塗ります。
はい、スモーキーピンクです。はい、レッドです。はい、ネイビーです。ではこちらをライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、こちらこのままの状態でも両面テープはつくんですけれども、一応ノーワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。ではこちらをライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらの両面テープです。こちらをこの平らな部分に貼っていきます。はい、では大きさをこの円の中からはみ出さないように切っていきます。ではこんな感じです。こちらを剥がしてジェルに貼っていきたいと思います。はい、ではこちらを貼っていきます。かわいいです。見やすいしかわいいです。ではどんどん貼っていきます。
こんな感じです。とっても見やすくてすごく可愛いです。こうやって収納してあったらもうすぐ欲しい色が取り出せてとっても便利です。はい、こちらで完成です。もう一目見て色がわかります。はい、こんな感じに100円ショップで売られているこういったケースの中に入れて収納するともうさらに運びやすいですし収納しやすいです。でこう立てて収納してもこのカラーチャートで色も分かりやすいのでもうすぐ欲しい色を取り出すことができます。本日の動画いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。